2009年スペイングランプリ。2009年スペイングランプリは、2009年開1、世界選手権、第5戦として、2009年5月10日に、カタロニアサーキットで開催される。正式名称は、フォーミュラ1グランプリミデーエスパネテラフォニカ2009。ヨーロッパ初戦となった、スペイングランプリ。フェラーリと BMW ザウバーがアップデートを行ってきた。開幕戦以来、 ニック・ハイドフェルドとバーレーン GP でロバート・クビサのマシンにカーズを搭載していた BMW だがスペインモナコ GP では搭載しないことを明らかにしたこの GP で投入される空力のアップデートパーツを搭載するにはカーズが邪魔になるためである気温摂氏23度路面温度摂氏40度湿度42%の条件下で予選がスタートまず レッドブルレーシングのセバスチャンベッテルが120.715のタイムを出すが、フェラーリのフェリペマッサは120.484とトップタイムを更新する。チームメイトのキミライコネンは120.291のタイムを残しピットへ戻る。マクラーレンの2台もタイムがなかなか上がってこない。他のチームはライコネンと平気コバライネンのタイムを次々と更新していく。 残り時間が例の中、トヨタのヤルノトゥルーリが15番手のタイムを出し、15番手だったライコネンがノックアウトとなる。その他、トロロッソのセバスチャンブルデー、コバライネン、フォースインディアの2台が9位で敗退。残り13分となったところで、ウィリアムズの中島和孝を先頭に次々とアタックが始まる。レッドブルの2台がワンツー体制を築く中、残り1分で、 マッサが2番手に入り、その後、ブラウン GP のルーベンス・バリチェロが、トップタイムを更新する。残り時間0の中、ルノーのフェルナンド・アロンソが中島を上回り10番手となる。中島和・和ズルノーのネルソン・ピケ、BMW のニック・ハイドフェルド、マクラーレンのルイス・ハミルトン、トロロッソのセバスチャン・ブエミの5台が敗退。最初に、トゥルーリがタイムを出すが、 その後チームメイトのティモグロック、バリチェロ、ベッテルの順にトップタイムを更新していく。残り1分を切ったところでバリチェロがトップに出るがミスをしながらも再びベッテルがトップタイムを更新する。ここでグリッド確定かと思われたが残り2秒でコントロールラインを通過したジェンソン・バトンがトップタイムを叩き出す。バトンは今季3度目のポールポジション獲得。 気温摂取24度、路面温度摂取44度。上位勢はソフト側のタイヤを選択。フェラーリのキミライコネンはフォーメーションラップの中、カーズにトラブルが発生した模様。奇数グリッドが有利と言われる中、3番手のルーベンスバリチェロがスタートに成功し、トップで1コーナーを通過する。トヨタは2台ともスタートに失敗。フェリペ・マッサはカーズを使って1コーナー前で、 セバスチャン・ベッテルをオーバーテイク。後方では、フェルナンド・アロンソとの接触を避けるためにコースを外れた、ニコ・ロズベルグが2コーナーの終わりで、コースに戻るが今度は、ヤルノ・トゥルーリンがそれを避けるためにコースアウト。戻ってきたところに、エイドリアンス・ウッティルが避けられずに衝突。そのすぐ後ろで、セバスチャン・ブルデが、チームメイトのセバスチャン・ブエミに乗り上げる形で接触。台はリタイアとなり、 セーフティーカーが入る。その隙に16番手スタートのライコネンが6つ、順位を上げる。トロロッソは、スタート後わずか30秒余りで2台ともリタイアとなる。6周目にセーフティーカーが戻り、レースが再開される。ホームストレートでアロンソがマーク・ウェバーにバトルを仕掛けるが、ウェバーが小バンテを守り切る。同じ周回で、平気コバライネンがスローダウンし、そのままリタイア。 ジェンソン・バトンはバリチェロよりも一周分燃料が軽いが、バリチェロが前にいるために、ペースが上がらない。18周目で、ライコネンがスローダウンし、リタイア。その周回の終わりで、バトンが、ピットイン。バリチェロに抑えられたことと、セーフティーカーが入ったことによりここで3ストップから2、ストップに作戦を変更。次の週に、バリチェロ、さらに次の週にマッサー飛べってるが、 同時にピットイン。1回目のピットインを終えて、上位勢は順位が変わらない。31周目で、バリチェロが2度目のピットストップを終え、第3スティントに入るが、ペースが上がらず、バトンとの差がどんどん開いていく。残り23周で再び、マッサとベッテルが同時にピットイン。そのためベッテルは、マッサの前に出られない。マッサとベッテルがここでハード側のタイヤに変わるが、 マッサのペースが極端に落ち、ベッテルがマッサに抑えられる形になる。残り18周でバトンがピットイン。2周後にバリチェロとウェバーが同時にピットイン。マッサのペースが落ちたためにウェバーが3番手に上がる。残り14周でマッサに燃料が1周分足りないことが判明する。マッサはそのままのペースで走行し続けるが、 残り4周で燃料をセーブするためにペースを極端に落とし、ベッテルが先行する。上位勢は変わらず、バトンが1位でチェッカーを受ける。2位にバリチェロが入り、ブラウン GP のワンツーフィニッシュ。3位は中国グランプリ以来の表彰台となるウェバー。マッサはその後アロンソにも抜かれ、なんとか6位でフィニッシュし今季初めてのポイントとなる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。